サーブが続きます。これも拾う。速攻使う。早いですね。ブリアンタッドダオでした。選手はね本当にこうボールを打つので見てても本当に面白いですね。ムクちゃんタップダオ、タップダオここは連続して使ってきました。やっぱブロックというのは組織的なプレーなので、はい、まあ、2枚揃って、まあ、どっちの方向を止めるだとかっていう風にしっかりとこうコミュニケーション取ってないと、まあ、センターの選手がクロス飛んでます。サッド、しっかり決めていきます。はい、サッド選手がいるので、まあ、安心感も多分あると思います。なので中をしっかり止めておこうっていう。ブロックだ。ここはタットダオだったでしょうか。連続ブロックポイント JT。 切るっていうのが本当に嫌ですからね、ブロックっていうのは。バカタック拾った。直接タットダオが返していきました。この点数ですからね、はい、ただここはチャレンジ失敗で JT のこの試合の残りチャレンジ回数が2回ということになりました。平山さん、くちゃんカットだ。がこう、まあ、いわゆる黄金時代の時にいた選手がもうね次々と引退してというね。そうですね。形になって、まあ、残念ですけど、まあ、若い選手、あ、これも乱れた。タットダオのサーブが良くなってます。あっとここでネットに近い。いやしかしタットダオここで使ってきました。これを切りね持っていきたいですね。